はい、どうも皆さんこんにちは、サーリーの河野玄斗です。今回はですね、今年の入試で最難関だったと噂の2024年京都府立医科大学の実況プレイやっていきます。これめちゃくちゃ要望多かったんですね。ついこの前宮廷大の実況プレイを一通りしたんですけど、そこで恐怖医から逃げるなーっていうコメントをいただくくらい、もう熱い要望がたくさんあったんですよ。まあ、実況プレイっていうのは僕がね、ただ初見の問題を解きながら、どのようにその初見の問題にアプローチしているのかの思考プロセスを皆さんに共有して、そして何よりその問題をとにかく楽しむっていうものなんです。そして今回プレイしていく恐怖医なんですけど、定期的に極端な難問が出題されることでも有名で、しかも数学は4問で120分と1問あたりにかけられる時間が東大より長いんです。超難問と出会えることにワクワクしている一方、解けない可能性も全然あるので不安な気持ちもありますが、楽しみながら実況プレイしていきます。はい、それでは恐怖医大の実況プレイやっていきましょう。まずは第1問から。早速難しそうですね。まあ、こういうの見るとワクワクしますね。まずは、x はこれである実数とし、fx イコール 1-x 分の1プラス x と置きますよと。で、c は実数とし、x の方程式、これを考えると。合成関数、複雑ですね。難しそうですね。で、括弧1が、4回合成が x あることを証明せよと。まあ、fx イコール 1-x 分の1プラス x っていうのが分かってるわけだから、頑張って4回合成すればいいんじゃないの？ね。fx はって言われたら、この x に 1-x 分の1プラス x っていうのを代入すればいいわけだから、 1-1-x 分の1プラス x と 1+1-x 分の1プラス x と。ということで、分母分子に 1-x をかけると 1-x-1 プラス x で、-2x か、分の分子が 1-x+1+x だから2だね。で、-x 分の1っていう風になるわけだから、まあ4回合成ってことは、まあこれ例えばあの gx みたいに置くと、求めたいね、fffxx これね、これっていうのは ggx っていう風に、まあ4イコール2の2乗みたいなことだよね。こういう風に置き換えてあげることによって、まあこのマイナス x 分の1の x にマイナス x 分の1を代入してあげればいいから x と。まあこんな感じですかね。まあ、fx が与えられてるわけだから、頑張って4回のね、合成っていうのを考えてあげましょうっていうだけですかね。で、括弧2が、x イコール α が、方程式 e の実数解であるとき、これらも e の実数解であることを証明せよと。なるほどね。まあ、x イコール α が実数解ということは、これ代入して成り立つっていうことが言えて、まあ、どうせ括弧1のね、4回合成が x に戻るっていうことを使うんだろうなっていうふうに思いながら fα ね、ここに代入すると、まあ、ここの部分が α に戻ってちゃんと成り立ちますね。まあ、このね、e の左辺に fα っていうのを代入すると、fα 足す ffα 足す fffα 足す、で、ここの部分が FFFFα っていう風になるわけだけど、カッコ1より α に戻ってくるわけだから C なわけですよね。まあ FFα 代入しても4回ね、合成したら元の数に戻るよっていう風に考えてあげれば、まあ結局全部 C になるから、これらが全部実数解になるってことが言えるわけですね。まあカッコ2番は別に難しくないかな。カッコ3が、E の実数解 X イコール α に対して、Y1 イコールアルファプラス FFα y2 イコールこれと置くと、 y1 y2 が y の二次方程式 y2 乗引く cy 引く4イコール0の解であることを証明せよと。なるほど。まあとりあえず解と係数の関係使っていきたいですね。っていうのも、まあこれ解くと y イコール2分の c プラスマイナスルート c 二乗プラス16かみたいな汚い数になって、まあそれは使わないだろうっていうことで、まあ解と係数の関係使っていくのかなーっていうふうに思いますね。で、 y1 プラス y2 ってこれ足すこれ足すこれ足すこれだから、まあ明らか c ですよね。 c っていうのが言えました。で、 y1 y2 は、これかけるこれか、まあ、展開してもなんか得られそうにないような気がするな。まあ、展開してもうまくいかないから、まあ、そもそも fx が 1-x 分の1プラス x で ffx が分かってて、まあ、だからその全部 α をね、使って表すことができるので、まあ、これで計算してうまくいったらいいなーって感じですね。ffα っていうのが -α 分の1。
で、Fα が 1-α 分の 1+α。で、まあ、3回合成っていうのは、1回合成と2回合成組み合わせればいいので、まあ、この x に 1-x 分の 1+x をね、入れ込めばいいわけですね。だからプラスじゃなくてマイナスか。で、マイナス、その逆数。1マイナス、あ、プラス α 分の 1-α と。で、まあ、これ、とりあえず綺麗にしていくんだけど、まあ、これ、通分すると α 分の α2 乗引く1と。で、かける、まあ、これ通分すると、1-α の2乗になるから約分できますね。この部分が約分できて、マイナス1が残って、分子は1プラス α の2乗引く 1-α の2乗。だから1と α2 乗が相殺されて、4α だけが残りますね。で、α が約分されて、結局イコールマイナス4と。ということで、足して C かけてマイナス4っていうことがわかるわけだから、解と係数の関係よりこれが示されたと。まあ、ここまではそんなに難しくないかな。で、カッコ4が、C イコール3の時の方程式を解けと。まあ、どうせカッコ3の誘導を使うんでしょうね。一つの解が分かれば、残りの解も E の実数解っていうことも使っていって、とりあえず一つのね、解を求めていきたいっていう感じかな。C イコール3の時。まあだからここに、Y の2解っていうのが分かりますよと。Y2 乗引く 3Y 引く4イコール0。まあ、Y2 乗引く 3Y 引く4イコール0を解くと、Y イコール、マイナス1と4か。っていうのが分かって、つまり、マイナス1と4が分かる。あ、マイナス1と4って。そっか。アルファ足す FFα のところ、アルファ引くアルファ分の1だからね。この時、アルファ引くアルファ分の1が、マイナス1か4。っていうのを解いてあげれば、アルファが出てきますね。これによって、アルファ2乗引く、あ、足すアルファ引く1イコール0。はたまたアルファ2乗引く4アルファ引く1イコール0。っていうことが分かるから、アルファは、2分のマイナス1プラスマイナスルート5か、2プラスマイナスルート5か。この4つがとりあえず答えとして出てきて、これが答えなんだろうなっていうふうに思うんですけど、これ以外に解がないっていうことを言うのは、まあ、一応これが4次方程式っていうことが言えれば、まあ、とりあえずいいのかな。これイコール、これから、x 足す1引く x 分の1足す x 引く x 分の1、引く x 分の1引く1足す x 分の1引く x イコール3。これは x についての、まあ、分母を払うと、4次方程式だから、4次方程式だから高々解が4つしかない。で、この4つが出てきたわけだから、これが答えに他ならないよねと。まあ、こんな感じですかね。とりあえずなんかパッと見難しそうだったんですけど、意外とちゃんと誘導に乗ってあげれば、この問題そんなにね、まあ、難しくないのかなっていうふうに思いますね。でも、この問題の題材としてはすごい面白いですね。この2解っていうのを考えて方程式こいつを解いていくって、まあ、なかなかどうやって気づいたんですかね。まあ面白い問題ですね。では続いて第2問と確率の問題でかつなんか無限級数の問題ですね。以下のような効果投げを行うと、1枚の効果を投げて裏が出たら効果投げを終了。うん。表が出たら1枚の効果を加え2枚の効果を同時に投げる。2枚の効果のうち1枚でも裏が出たら効果投げを終了し、全部が表ならば1枚の効果を加え3枚の効果を同時に投げる。うん。で3枚のうち1枚でも裏が出たら、なるほど、終了し全部が表ならば1枚の効果を加え4枚の効果を同時に投げる。以下同様にして全部が表ならば1枚の効果を加えて効果投げを続けると。そうだね。だから全部が表だったら1枚の効果を加えて効果投げを続けて、もし裏が1枚でも出れば終了と。こういうね、操作を繰り返すわけですね。で、1枚の効果から始めて、効果が N 枚の時に効果投げが終了する確率を PN とする。なるほど。で、カッコ1が PN を N を用いて表せ。まあ、これは、積で求められますね。PN っていうのは、まず、最初、1枚の効果を投げて、表が出なきゃいけないわけですね。裏が出たら終了しちゃうから、表が出て、それが2分の1。で、次、2枚の効果になるわけなんだけど、2枚の効果、どっちも表じゃなきゃいけないわけだよね。全部が表である必要があって、それが2の2乗分の1と。これが繰り返されていって、だから N-1 枚効果投げるところまでは全部表が出ますよと。で、最後に、ね、1枚でも裏が出ればいいわけだから、4次小的に考えてあげれば、これが答えと。で、ここの部分は、2の1から N-1 まで足したものだから、2分の2分の n カッコ n-1 乗乗分の1かける1引く2の n 乗分の1、これが pn かな。
形汚いですね。で、カッコ2が無限級数の和を、だからこいつを1から無限まで足せってことか。これ見えました。見えましたっていうのはなんで見えたのかっていう話なんですけど、こいつのシグマは求められるのかなっていうふうに思った時に、明らかなんかシグマは計算できるわけないじゃないですか。普通だったらね。だって2の二次式上ですよ。二次式上。こんなん求められるわけないかーと思ったけど、この差に着目して、もしかしたら FN 引く FN プラス1型。これ作ってあげればどん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 消えていくなーみたいに考えてあげたら、実際にそうでしたねっていう話です。実際 PN っていうのが、2の2分の N かっこ N マイナス1乗分の1引く、これ N 足してあげたら、2の2分のn かっこ n プラス1分の1乗っていう風になって、ここの部分を fn ってするとここの部分が fn プラス1になりますよと。だからどん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 消えていくわけですね。足していくと n を無限に飛ばすと2の無限乗分の1で0に収束するわけだから、結局これ f1 に収束するのか。これイコール f1 で計算すると2、あ、0乗だから1か。こんな感じですかね。まあこれはね、気づけなかったら難しいかもしれないんですけど、徹底基礎講座で何回も言ってますね。あのシグマ和に関して、こんなん無理だよっていうものは FN 引く FN プラス1、このね、解差型っていうのを疑っていく、そういう風に疑ってあげれば、まあそんなに難しくないかなって思いますね。でカッコ3が、このように置くで 0.6 小なり P 小なり 0.6 になることを証明せよ。でここでP が収束することは用いてよい。なるほど。だから奇数番目のものだけを足していきたいのか。奇数番目だけの、だからこの奇数番目のものを足していくんだけど、まあだから、P っていうのは、2の0乗分の1引く2の1乗分の1、足す2の2足すから3乗分の1引く2の6乗分の1、足す2の10乗分の1引く2の15乗分の1、足す点点点みたいなことか。はい。でどうするかってことよね。これがまあ、とりあえず収束するっていうことは言えて、てかまあ全部足して1なんだから、まあおそらく収束するでしょうっていうのは容易に想像つくわけで、これが 0.6 より大きい。直接求めるのはね、 P を求められないんだろうなっていうのは思いますよね。だって求められるんだったら P の値を求めようっていう風にすればいいのに、わざわざこの不等式評価をしてるわけだから、まあ、P は求められないんだろうなっていう風に思いつつ、まあ、これ、直感的にですよ。めちゃくちゃ、ちっちゃくなってきますよね。第1項と第2項、第3項って比べていくと、もう圧倒的にこういう代償関係が成り立っていくわけだから、どっからかは誤差になってくるわけですよね。だから、ここの部分が2分の1で、ここの部分が8分の1引く64分の1。だから64分の7か。で、ここの部分が1024分の1。まあ、もう1024分の1よりちっちゃいっていう時点で、かなり誤差ですよね。みたいな感じで、まあ、直感的に思うので、結局、いや、これ、うまくいけばいいなと思うんですけど、大なり2分の1足す64分の7で、64分の39。これが 0.6 より大きいですね。まあ、0.6 っていうのは64分の 38.4 になるはずなので、まあ、39より大きいから 0.6 より大きいと。はい、これで無事、左側示せました。じゃあ続いて、右側か。AP 小なり 0.62。 まあこれがどんどん誤差になっていくなーっていう風に思うけど、どんどん足してって上から挟み込むっていうのは、どうするんだろうな。まあとりあえずね、カッコ2番で全部足したら1っていうことを考えると、偶数番目のものを足していくっていう方を考えていけばいいのかな。まあとりあえずやってみましょう。ていうかそっか、こいつが収束することは用いてよいって、このことから P2 足す P4 足す P6 足す点点点っていうのが1-P に収束するよーっていうことを、これによって言えてっていう感じなのかな。まあ、やってみましょう。P2 が P2 足す P4 足す点点点っていうのがどういうものかというと、2の1乗分の1引く2の3乗分の1足す2の6乗分の1引く2の10乗分の1足す、まあ、2の15乗分の1引く点点点は、まあ、もう誤差ですね。ということで、ここ計算すると、2分の1引く8分の1だから、8分の3、まあ、0.375 だとまだ足りないですね。でここの部分が64分、まあ、2の6乗分の1かける16分の15
ということで、1024分の15か。まあ、これ大なり1024分の128かけると、わあめんどくさい。384たす15で399か。で、これが 0.38 より大きければいいんだけど、大きいのかな？まあ、大きいっすね。だって、ほとんど 0.399 だから。まあ、一応計算しとくと、399÷1024。0.3372。で、918。で、ここに8が立てばいいんだけど、まあ、8より大きい。まあ、9は立たないけど、0.38 より大きい。ということで、まあ、この 1-p の部分が 0.38 より大きいわけだから、p は 0.62 より小さいってことが言えるわけですかね。まあ、この問題面白いですね。確率の問題かと思えば、まあ、カッコ1、カッコ2、まあ、カッコ1は、ま、瞬殺して、カッコ2は、もう数列の問題、解差型に落とし込んでいく。まあ、これはもう徹底基礎講座でね、何回も言ってることなんですけど、で、カッコ3は、この p がどういう感じになってるかな、めっちゃすぐ収束していくじゃんって思えば、まあ、下からの評価が分かって、で、まあ、カッコ2の誘導とかも含めて考えていくと、まあ、上からの評価も思いつくっていう感じですかね。まあ、非常に目新しいタイプのね、問題ですごい面白いなっていう感じですね。A3B、わからないな。どう攻めればいいんだ？さすがにクリアしてくださいよっていうメッセージを感じました。はい、ということで、無事全問正解することができました。よかったー。いや、この第4問。なんか計算合わせられてよかったっすね。もう非常にめんどくさかったっていうか、これ試験本番でミスなくね、答え出すの、かなり至難の技なんじゃないかなって思いますね。まあ第1問から第3問は答えはね、さすがに合ってるかなと思うんですけど、やっぱ第3問のカッコ1番、ちょっと幾何的で結構難しかったですね。まあとはいえ、こうなってほしいっていうのが分かってれば一応ひらめくことができるのかなみたいな。まあでも、今年の問題、十分難しいですね。まあ、個人的には、東大の最後の問題の方が、まあ、難しいかなっていうふうには思うんですけど、まあ、総合的に見ると、結構ね、発想力が必要だったり、計算力が必要だったりで、かなり重めのセットだったなっていうふうに感じましたね。まあ、とはいえ、しっかりと得点できる部分もかなり多かったですし、もう徹底基礎講座で話してる内容っていうのをちゃんと押さえてれば、もう割とね、8割くらいの点数は取れるんじゃないかなっていうふうには感じましたね。いや、下手したらもう満点取れる人は取れると思います。もう僕の数学力の全てが詰め込まれてる。もうこの講座だけでいいじゃんっていう風に胸を張っている講座、徹底基礎講座絶賛開講中ですので、数学力を圧倒的に上げたいっていう風に思ってる方はぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。今後もこういった面白い動画たくさん上げていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントで教えてもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。